いよいよ初戦を迎えた本大会、果たしてどのようなドラマが生まれるのでしょうか。世界が注目する一戦です。チームの勝利を願ってやまないサポーターの声援がスタジアムを包み込んでいます。素晴らしい雰囲気の中始まる今日のゲームです。この時間は名古屋グランパス対トリノ、こちらの一戦をお届けいたします。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説は元日本代表、決まった、先制フロンバース。前半まだ始まったところ、いや、いきなりですよ。クロスは頭で流し込んだ、パスも良かったですけどね、頭で合わせたいいゴールですよね。さあ名古屋、早くも1点先制と幸先いいですね。このゴールは大きな1点ですよね。しかも時間帯もいいですよね、はい、これで流れもつかめるでしょうし、このまま勢いに乗っていきたいですよね。スペースへ、ここは競り勝ちます。さあカウンターだ、ドリブルで上がる、裏へのスルーパス、仕掛けるか、藤井、中谷、マテウスへ、ここはすぐ奪い返します。マテウス、スルーパス、これ仕掛けるか、シュート、いやー、わずかに右へそれました。素晴らしいシュートだったんですけどもね、ここは枠に行っときたかったですね。丸山、マテウス、アンサルディ、浮かせてきます、チャンスになる。丸山、これはいいプレー、ここは大きくクリア、ピンチを出します。これをカットします、大きく前線へ、縦のボールを入れてきますが、これは合いません。稲垣、名古屋はこのファーストハーフ中盤の時間帯で1対0とリード、さらにはポゼッションでも相手を上回っています。今は状況的に非常にいい時間帯と言えるんじゃないでしょうかね。あとはこれがどこまで続くかが注目ですよね。ベリシャ、しっかりと抑えました。抜けてくる、ここは繋がりません。デニス・プラートからのスルーパスをカットしました。藤井、ペロッティ、いい守備で奪う、アーテを使います、このボールをインターセプト、デニス・プラートから右サイド、この辺は人に対して厳しくいってますよね。森下、本日ワンアシストです。左サイドを上がっていきます、絶好の位置、ミドル、ベリシャ正解、おっとマイナスクロス、ここはクリア、落ち着いて対応します。丸山、このボールをカットします、パスでつないで攻め込んでいきます、スピード上がってきますよ、自分で行く、これは合いません。デニス・プラートからのスルーパスは通りませんでした。
裏を狙っていきます。うわ、展開早くなってきましたね。来ましたよ。このドリブルを止めます。危ないシーンでしたが、ここは大きくクリア。さあ、つながるか。積極的な守備を見せます。リカルド・ロドリゲス、危ないシーンでしたが、ここはクリアの対応。マテウス、どうだ、シュート。シュート、拾いたい。クリア。このピンチをなんとか出します。さあ、ファーストハーフ最初のコーナーキックになります。名古屋、名古屋ボール。一旦前を取る。裏のスペースをシュート。いやー、今のは惜しいシーン。シュートは枠を外れていきました。いい位置でフリーでしたからね。ここは決めておきたかったところでしたよね。ここはつながりません。サイド、硬い守備を見せます。さあ、右へ預けて、フラート、スルーパスを出す。抜けてくる、シュート。ここで笛か。素晴らしいシュートで前半を終えます。45分間戦って1対0、名古屋先制してそのままリードで折り返しました。まだ1点差ではありますけど、しっかり守れてましたから、内容としては良かったでしょうね。あとは相手が来たところでボールを奪ってもう1点という確実なサッカーをしていくのも方法としてはありでしょうね。名古屋グランパス対トリノ、名古屋が1対0とリードして折り返します。後半見ていきましょう。名古屋 1-0 リードです。シュート、ランゲラック。名古屋はハイプレスからのショートカウンターが特徴かと思うんですが、このゲームでもそのあたり注目ですね。そうですね、ショートカウンターは奪ってからのトランジションでどれだけ早く連動できるかが大事になるんですよね。なるほど。しかしそれにはやはり選手の運動量が求められますよね。そうですね、ペース配分をどうするかも注目ですよね。はい、90分通したゲームマネージメントが必要ということですね。選手交代含め監督の采配にも注目しましょう。いや、今のはよく止めましたね。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わない。ヘディングナンバース追加点。これで差は2ゴールになりました。コーナーから頭でしっかり決めました。落ち着いて決めてきましたよね。タイミングもバッチリでしたし、見事なヘディングでしたね。ナンバー13、さあ、名古屋得点を重ね2対0という展開。名古屋としてはこれでさらに試合運びがしやすくなりましたよね。2点のリードはメンタル的にも大きいですよね。非常に重要なゴールになりましたよね。と呼んでいた。もう一つ前に行きたい。グラブ、
カウンターですよ。名古屋としては後半いい入り方ができてますからね、いいリズムのうちにどんどん行くべきでしょうね。裏へ届くか、シュート、インターセプト。これはコーナーキックです。トリノはメンバーチェンジがあるようです。Substitution on the field. Number 9. Number 17. Number 10. クリアです。 Coming on the field. Number 8. Number 11. Number 33. ここも固い守りでボールを奪います。コースの切り替えも早いでしょう。スペースを使う。これは届くか、ここはキーパー処理しました。パスを出したんですが追いつけませんでした。奪います。ここは奪います。抜けてくる。相馬スルーパスを狙う。さあ相馬スペースを狙う。どうだ、トリノはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。これは奪い返します。この位置からプレッシャー、ここで奪われると危険です。自分で行く、これを読んでいた。大きなクリアでここはしのぎます。裏を狙う。このパスはキーパーへ。稲垣からのスルーパスでしたが追いつけませんでした。スルーパス、スルーパス超えた。これはつながりませんでした。デニス・プラートからの前線へのパス、つなぐことができませんでした。抜けてくる。チャンス来た。シュート、決めた。1点差に追い上げます。見事なカウンターからのゴール、あっという間に決まりました。そうですね、トランジションの局面で一気に攻撃のスイッチが入りましたよね。フィニッシュもしっかり落ち着いてましたし、素晴らしいカウンターでしたね。ナンバー22デニス・パイン。サブスタチューションズテイキングプレイス。トリノがここで選手を変えるようです。さあ、あと1点です。トリノまだ急げばチャンスありますよ。ここは守備の対応、裏へのスルーパス。おっと、いいボールでしょ。もういいですね。フリーだ。もったいなかったですね。本当最後まで諦めてませんよね。名古屋としてはこのまま終わりたいところですよね。そうですね、ここはタイムエンドホイッスルまで集中しないといけないというところですね。うわ、展開早くなってきましたね。
もう一度奪ってカウンターを狙うしかないでしょうね。前線からプレッシャーかけたいところですよね。2 added minutes has been indicated. ザーザ。あと、オフサイドです。中谷。アーチのようなパス、これは合いません。笛です。2-1、名古屋勝利です。接戦をものにしました。さあ終わりました。いや非常にいい試合でしたね。持ち味を発揮しながらね、素晴らしい攻撃を見せてくれましたよね。特にこの中盤の攻防、非常に見応えありましたよね。はい、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。名古屋が2-1で見事勝利を収めました。Something, a little breakthrough. I won't let you down.